DR-11-13km 後ろ上面に前駆座地の集団の追い付けを打った後、方向転換し一回集計を行う動作がありますが、この場合は構えた位置からそのまま持ってくるのではなく、近敵の前を通過するような形から持ってきてください。もちろんその際に一拍置くような動作は行わず、スムーズにストーマー集計を行うようにしてください。続きまして、ピンヤンスの2補挙動目、後ろ上面にツルアス立ちになり、裏剣横蹴りを行った後にストーマー集計を行いますが、この場合は裏剣側頭から引いて構えた位置からストーマー式を行います。裏剣横蹴り構えて行うのではなく、裏剣横蹴り構えた位置からストーマー式を行って、ピンヤン相撲2の肩の稽古を